その件を、まさかのまさかで、買ったばっかりの、チャリで事故りました。今、事故ったばっかなんですよね。で、もうこんな感じでね、なんかやばいっすね。で、なんか、ここね、どこだっけな。かすり傷が、ちょっとできてんすね、ここに。で、どう事故ったかって説明しますと、僕は車道を走ってたんだよね。で、なんとなくだけど、歩道に行きたいなと思って、まあ歩道が結構広く感じたから、歩道に入ろうとしたんですよね。まあ結構大きな道です。で、こうやって車道行って、まあ歩道入ろうかなと思って歩道入ったら、その歩道広いんだよ。結構あって、チャリが、走ってもおかしくないような幅があるの。車道から歩道。で、その歩道の中に花壇があって、その花壇が、車道ね、これ。で、歩道ね。で、花壇がここに、こういう風にあって、車道から入った時に花壇がドーンって、俺、これマジで 何が起きたかわかんなくて、もうひっくり返っちゃったんで、仰向けになってたんだよね。で、すごい衝撃で、で、チャリから吹っ飛ばされて、カゴからなんか荷物とかをバーって入れて、で、最初の5秒ぐらい、5秒か10秒立てなかったんでね、いったーって。で、何とか立てて、わ、やっちまったなと思って、痛くて。で、まあ、しょうがないから、チャリ動くのかなと思って、そしたらやっぱね、ライトつけるとさ、オートライトじゃない時って重くなるじゃん。あれのヘビー版な感じでさ、後ろのチャリがなんかカタ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 変な音して、なんか進みにくいんだけどさ、乗るしかないから、それで帰ったという。結構ね、きつかったね。まあ、いろんな意味でね。なんかチャリの運がないなって、盗まれたし、買ったチャリでいきなりこけるってね。おい、こんなこき方するのってね、ほんと久しぶりなんですよね。いや、記憶にないぐらい。でもなんか、こけちゃいましたね。頭とか打ってなくて、でも痛い。なんか、で、歩くと、なんかね、足の付け根が痛い。左足の付け根が痛い。ズキンズキンする感じ。あとは大丈夫かな。やっぱ頭とかこうやって守るんだね。人間反射的にさ、バッてさ、なったってこうやって、頭は全く打ってなくて。ってことでね。いや、花壇ダメでしょ？歩道の内側にあって設置したらさ、夜だからさ、暗くて見えないじゃん。で、ちょうどそこになんかライトとかもなくてさ、わかんなくて、ってことで、もう、参っちゃいますね。まあ、明日が月曜日で休みじゃん。で、カーにまあ病院行こうかなと思ってます。なんか、ズキンズキン痛いから。で、チャリもさ、なんか、カタ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 変な音なるし、直さなきゃいけないわけよ。ハンドルも曲がってるしね。もう、災難ですね。災難。でもなんか、俺思ったんだけどさ、チャリ、まあ、立て直して帰るときにさ、安倍さんがバキューンってなってさ、死んじゃったわけじゃん。本人からしたら多分ね、まあ、そのバキューンって、まあ、死んじゃったんだけど、俺もその、ブワーってなんか、何が起きたかわかんないじゃん。で、俺はまあ、なんとか意識あってさ、立ってたじゃん。で、安倍さんその、俺がチャリでバーンって事故ったときで、そのままプツって終わってる感じだからさ、まあ、こういう言い方も良くないけど、ある意味苦しまずには死ねてるよねって思うんだよね。もちろん、あれで亡くなるってことがいいことだとは思わないけど、ってなんか、そのチャリをその立て直した後に漕いだ時にそう思いました。まあ皆さん、まあ自転車は安全運転で、まあ、夜は結構危ないよっていうお話ですね。まあ、暗かったんだよねって感じで。まあ僕は、まあ死れなかったですね。なんか、死ねなかったですね。ちょっと残念なことに。では、どうもありがとうございました。